石田城は長崎県五島市池田町にあった日本の城。城石は長崎県指定史跡。城内に残る後藤市庭園は国の名称に指定されている。福江城とも記される。幕末の1863年に福江藩最後の藩主五島政徳が完成させた五島市の居城。現在は五島市の中心街に位置しているが、 追記当時は三方を海に囲まれた海城であった。幕末期の海上防衛や異国船の来訪に備えるため、城内には台場が設けられていた。正さ城と共に幕末の城郭として貴重なものである。本丸、二の丸、北の丸からなり、内堀、外堀が巡らされた。天守はなかったが、本丸の二重屋倉がその代用とされた。城の裏門である。 祝室門は部品や木材の交換を重ねながらも現存する。また土塀の一部や石橋も現存している。石垣は野面積み工法を多用しており、自然石も積み上げられている。常と美1614年に後藤氏の当時の居城、江川城が消失。代わって1637年に石田陣屋を班長にした。後藤氏は 築城を幕府に願い続けたが、藩の財政難もありなかなか実現しなかった。しかし、幕末の1849年、異国戦を監視、海上防衛に備えるとの目的で、後藤森成の第二築城が認められた。森成は海兵の築城に際し、福江川川口に、京でいう東大にあたる常、常夜島、常島花を1846年に建設、 さらに波の影響から城を守るため、陸へと続く道水堤を1848年に完成させていた。日本初の海城である高松城に続いての海城の築城には、財政難や海沿い特有の問題もあり、竣工まで24年の歳月を要したが、富江藩などからの資金援助もあり、1863年、第11代藩主、清徳の代になり、 ようやく念願であった巨城が完成された。その後、本丸後に、長崎県立後藤高等学校、北の丸後に、後藤観光歴史資料館や後藤市立図書館、後藤市福江文化会館が建てられ、二の丸後には、後藤市庭園が、王子の姿を今に伝えている。2017年4月6日、続日本百名城に選定された。二の丸の位置に、現在も残っており、 一般公開されている。見学は有料。森生により構想が練られたと言われている。安政5年から2年の歳月をかけ、森生の隠居所として作られた。録音寺を模した臨戦式庭園という回遊式の庭園である。京都の僧、吉昭に作らせた。庭石と月山はすべて鬼だけの溶岩を用いた特徴的なものである。植栽に貧老樹。 祖鉄、大谷渡り、金木星など、南方の植物を排している点も特徴である。心の文字をかたどった池は、神字が池と呼ばれている。国の名称に指定された理由として、江戸期の日本庭園の地方電波の具体例、城郭内の庭園は現存例が少ない、策定時期が文献に明記されている、建物が庭園と共に保存されているなどが挙げられている。 ありがとうございます。